やったね。ちょうどいいところに木こりの斧とか生えてないわ。よいしょ。で？この辺じゃないの？源流来ましたけど？源流だよね。なんかないの？爆弾で吹き飛ばすとか？何を吹き飛ばすのかちょっとわからんけど。特に何もない。あっち側は？この辺とか。違う。はい。特に何もない。源流だよね、ここ。ここ源流じゃないの？源流でしょ？はあ。源流の何々みたいななんか書いとったっけ？ちょっと待ってね。一旦こっちに、こっち側に渡って。この辺？いや別に特に何もないけど。滝の上かな？滝の上にもなんかありそうな感じはするな。ちょっと登ってみます。一旦ちょっとじゃあ、よいしょ。登ってみようか。雨が降ってきそうな気がしなくもないけど。源流の何やったっけ？闇夜に浮かぶ天の白滝。この滝自体に何かがあるってこと？あ、この滝もさらに、あ、そういうことね。源流やけん、この滝の、本当に大元に行かんといかんってことかな。ここじゃね、源流。ほら、これより上にないよ。源流これですけど。あ、これ。これやん。ね。はあ。どうよ。あ、すげえ、宝箱ある。夜光石。夜になると青白く光り出す不思議な鉱石。死者の魂の灯火とも言われる。この石を原料にした特殊な服もあるという。あ、服が作れるんやね。あ、ミニチャレンジコンプリートなった。サファイア。ハイラルで取れる貴重な鉱石。青玉とも呼ばれ、氷の力を秘めると言われる。古来よりかなり高値で取引されてきた。氷の力秘めるってなんか多分さ、何かしら作れるんじゃないかなって思うんやけど。でもそういうのは書いてないよね、別に。かなり高値で。琥珀。装飾品や工芸品。この辺売り飛ばしたらなんか、お、焼きマックストリュフ焼かれとるよ。マックストリュフをこんがり焼き上げた。とっても美味しいが、料理に使った方がより大きな効果が期待できる。ほうほう。ここの樽はさ、さすがに中なんか入っとんやない。ねえ、さすがに。あ、兵士の槍ゲットした。イェーイ。待って、この辺ちょっと爆発させたらいいんかな。おっく。はい。なんか肉出てきた。焼き獣肉。ほうほう、なるほど。これで以上かな。コンプリートしたけどさ、これ報告しに行った方がいいんかな。あ、間違えた。とりあえず、ハユ玉の祠へワープ。報告しに行ったらなんかさ、奪われそうじゃね？でもコンプリートってなったけん別に報告する必要ないんか。まあ、でも一応ちょっと家に行ってみよう。ほい、到着。なんかさ、私が今持っとる鉱石とかをいろいろ売り飛ばしたら、家ぐらい買えるんじゃないかなっていう感じがするけど、どうやろう。とりあえずうるさいな。歌うな。お、いたいた。お、まだ考えてるの？もうちょっとで完璧に解明できるんだかな。
すごいじゃないか兄さん、もうちょっとでわかるなんて。わかっちゃったよ私。何そのチラッと見る感じ。え、ほんとか。ほんとだよ。おいお前、出任せ言ってんじゃねえよ。お前みたいな素人が兄さんより先に謎が解けるなんてことありえるわけないじゃないか。なあ兄さん。まあな。クリアしましたよ。もうそれを解いたところで何も残ってないよ宝は。ね。とりあえずあの人に売りつけようかな。いろいろと。ちょっとそこのお兄さん。ちょっとそこのお兄さん。やああなた、またお会いしましたね。さあさあ、何をお求めになりますか？それとも何か売っていただけますか？売ります。何を売っていただけますか？とりあえず、どれを売ればいいかな。この辺のトッパーズ、電気の力を秘める。これは特殊な服もあるというとか書いてあるね。水の力。装飾品や工芸品は別にいいかな。じゃあこれを全部、12個すべて、合計360ルピー、OK です。3000ルピー必要やったんよね。他は、火打ち石。なんかツイッターの方でも、鉱石とかをいろいろと売り飛ばしたら、あっという間にお金は貯まるよみたいなことを言ってくれた人がおったけん。まあ、売り飛ばして全然いいでしょう。ルビー。またそのうち手に入るさ、その辺の岩とかをね、ぶっ壊していったらきっと手に入るんだと思うの。あ、これで集まったんじゃない？イエーイ。薪は何個いるんやった？なんか薪もいるって言ったよね。冒険手帳でミニチャレンジ。あれどこ行った？どれ？幸せを運ぶ匠？これか。3000ルピー。そして薪の束を30本。薪の束30本。今私何本持ってんの？すごい少なかった気がする。多分すごい少なかった気がするんだけど。どこかしらにあったよね、薪の束。あ、ここ食材か。食材じゃなくて、あれどこ？薪の束ってどこに入るん？あ、これか。30本。5本しかないよ、5本しか。とりあえずちょっと、森の方に。薪の束ってさ、爆弾でも手に入るんかな？普通に切り倒さんといかんのかな？ちょ、一旦やってみようか。あ、はいはいはい。え、なんかハイラルバス手に入ったんやけど。え、なんかハイラルバス手に入ったんやけどさ。何食べてたの？だが。そういうことよね、多分。そんなことあるんや。オッタが食べてた、そのハイラルバスを、私がゲットすると。なんか若干揺れたけど。揺れただけですか？揺れただけですか？揺れただけだね。特に別に、折れるということもなく。ってことはだ。斧とかが必要だな。ちょっとかかりこ村とかに一旦飛んで。なんかさ、人が多いところとかに、武器になりそうなものとかいっぱいあったはずやけん。そういうところで、武器をいろいろと手に。あ、薪の束。勝手に取ってくよ、ちょっと。ね、そういうのちょっと貴重やから。そのリンゴ、なくなったら子供たちが補充してくれるんだ。ご自由どうぞだって。あ、マジで？そうなんや。へぇ。優しいね、君たち。はいはい。武器になりそうなものは他にはないかい？この辺なんか持ち上げたら、何もないね。いや、武器が出てくるとは思ってないよ、さすがに。なんかコログとか現れるかなーみたいな。お、これは、木こりの斧。
よし。よし、木を切り倒そう。とりあえずあっちの方向かな。この辺、ガーディアンの残骸らしきものがいっぱいあるんよね。ああ、恐ろしい。さあ、これで、やったね。ちょうどいいところに木こりの斧とか生えてないわ。置いといてくれちゃって。さあ、頑張って切り倒そう。よいしょ。30本か。結構だな。え、これどんだけ細い木でもいいんかな。コログのうちは。コログのうちは別にいらんよね。あ、1本の木あたり1個だけじゃないんやね。何本か手に入るのか。何登ろうとしてんだ。でもこれなんか速攻でさ、斧壊れそうな気がせんでもないんよね。なるべく細いキノコがいいんかな。その斧の耐久性を考えれば。でも多分太いやつやったらいっぱい手に入るんかなって感じするよね。薪の束が。これさ、こういう木の根っこっていうか切り株を置いといたらさ、なんかそのうちそこからまた復活してきたりとかするんかな。これ切り倒せる？あ、これはさすがにちょっと無理か。なるほど、やっぱ切れるやつと切れんやつがあるんやね。ちょっとお馬さんたちびっくりさせるかもしれないけれど、よいしょ。あ、別に関係ないね。細くても薪の束2つ出てくるところは出てくるんや。蝶々はゲットできんのかな。まあ、ゲットしたからなんだって感じやけど。よいしょ。どんぐり結構でかいよね、思うけど。これで、お、21。結構じゃ、結構来たんじゃない？ 30 本まで、あとちょっと、あとちょっとなんだよ、あとちょっと。もうちょっと、あー、木こりの斧が壊れた。なんてことだよ。ということは、どこかしらに飛んでさ、なんか武器を置いてありそうなところはないのかい？あれをね、やっぱりあの、果ての村に飛んだら多分その辺に農作業用の道具とかいろいろ置いてんじゃないの？どこだよ、果ての村。かかりこ村。いや別にかかりこ村でもいいんだけど。あ、この辺？あ、あったあった、果ての村。果ての古代研究所。古代研究所の方やったらちょっと遠いかな、村。若干。まあ、パラセールですぐ降りれるか。はい、果ての古代研究所。さあ、その辺に。あ、そっか、この中とかにも。この辺とかにも。あそこのさ、ゴーゴートカゲは常にいるの？そして畑のフォークゲット。イェーイ。はい、ゴーゴートカゲ。前にも見た絵だね。こういう村のところとかで、武器ポーチいっぱいとか絶対いらんもんいっぱいあるやろ。木の枝とかいらないから。よいしょ。はい、畑の桑。こういうね、こういう、何？農作業道具？農作業具がさ、意外に使える武器なんだよね。意外に使える武器なんよね。これは松明か。じゃあ、この中にはもうなさげかな。ん、ないね。さあ、とりあえずじゃあ飛んで、向こうの方に降りましょうかね。そして、村人たちの大事な農作業用道具を、私が片っ端から取っていく。何してんの？許さない。どうした？おい。ほいほい。ここに何の用だ？なんだそのキョトンとした顔は。どうやらお前、敵意はなさそうだ。果てのビーチに住み着いた魔物に、羊たちを奪われて気が立っていた。このままじゃ他の羊たちも。
ニックキ羊泥棒。果てのビーチって、なんか前行ったとこかな。果ての村の羊飼い、トコユが魔物に羊をさらわれて困っている。魔物は果てのビーチに住み着いているという。魔物をすべて倒すまで羊の火が収まることはなさそうだ。まあまたあれですね、要は。お、畑のフォーク結構役立つんよね。要はボコブリンの集落的な感じやろ、また。ってことで、ちょっとボコやりを、よいしょ。はい、畑のフォーク頂戴いたします。あとは何？いいね、おじいさん、なんか。はい？こんにちは。はあ、こんにちは。それだけ。まさかのそれだけ。いいね、なんかああいう、のんびりのんびり。あ、かわいい。こういうなんか野生以外の牛は結構かわいいもんだな。いや、こんにちは。ん？旅の人かい？ふんふん、なるほど。ほほう。なんだか腕が立ちそうなボーイだな。一つ頼まれてくれないか？何を聞くだけなら。よし、ありがとう。お願いってのは他でもない。奥のエキスポの森で鹿を飼ってほしいんだ。そこの野生の鹿が増えすぎちゃって、森を荒らされて困ってるんだよ。だからなるべく多くの鹿を速やかに。そう、1分以内に飼ってほしいんだ。1分以内に、なるべく多くの。ありがとう。すぐに行ってくれるかい？ああ、いいよいいよ。頼もしいな。期待してるよ。おお、来た。じゃあ、鹿狩りの方始めてもらおうかな。1分経ったら呼ぶからね。なるほど。ああ。あれ狂ってるなあ。あ、鹿肉。じゃあ、肉も一応ね。こういうのはさ、弓矢があった方がいいんじゃないかな。あれはイノシシだしな。あー、イノシシの邪魔が入る。しかし獣肉はゲット。待って、あと30秒しかない。これ慎重に行った方がさ、早く行くよりも。くっそ、どっちにしろ気づかれるのかよ。あれじゃね、これ。あの爆弾とかでさ、くっそ、え、全然なんだけど、ダメじゃね、これ。え、鹿早くね。ちょ、野生の鹿み、みんな、おー、空中で止まってる。時間だ、戻ってくれ。一匹しか仕留めてねー。一匹しか仕留めてねー。枯れたのは一匹か。ありがとう。ほい、おだちんだ。一ルピー。なるほど。とはいえ、あの森の鹿、また増えると困るし。というわけで、もう一度お願いできないかな。また今度にします。そっか。気が変わったらまた頼むよ。要はあれか。別になんとかチャレンジみたいな感じではなく、とりあえずあれだね。なんていうの？買った数に応じてお立ちんがもらえますよっていう、そういう感じのやつだね。じゃあとりあえずその辺で、また私は木を。木をはいいんやけど、畑のフォークでも木は切れるんだろうか。どう？切れるの？ちょ、とりあえずこれ。ははは。は、あ、すげえ、リンゴ落ちてくるじゃん。ただ畑のフォークはちょっと木を切るのには向いていないね。さ、木こりの斧は置いてないの、この村。農作業道具こんだけあるんだったらさ、木こりの斧があってもよろしいんじゃないの？どうよ。どうなのよね。木こりの斧、木こりの斧。あ、ごめんね、牛。牛さん。だってさ、あとちょっとよ、あとちょっと。あ、あれじゃね？ってか普通に大工のさ、桜田さんとこ行ったら置いとんやないん。木こりの斧ぐらい。じゃあちょっとそこに向かってみようか。だって木こりの斧とかなんか使いそうやん。ただ破壊するだけやったら、使わんのかな。
もしかしてこれ村の外に生きよるとかじゃないよね。え、これもしかして何？どここれ？あ、なんか、果ての古代研究所方面に生きよる気がする。全然違う方に生きよる気がする。このさ、私の方向が変わったら本当にどこだかわからなくなるんだよね。桜田さんのところはどこですか？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。